パラアスリートのここがすごい、トスの正確さがすごい。車椅子テニスプレーヤーの立花隆平です。車椅子テニスで力強いサーブを打つためには何が必要？打点がやっぱり下になるので、できるだけトス高く上げて高い位置で打とうだとか。そこで高く上げるトスを見せてもらいました。連続トスアップチャレンジやってみます。同じ場所にトスを10回上げてもらうと、ボールの軌道がほとんど変わりません。正確にトスを上げるコツは、これ慣れない方がやるとあるのが後ろに行ってしまうっていうのがあると思うんですけど、上げるときに最後にこう指に引っかからないんですよ。引っかかるとどうしても後ろに行ってしまう、そういうところがポイントかな。なるほど、みんなもやってみてね。みんなでパラトレ。